イオンモールハブは埼玉県羽生市川崎2丁目のハブ市も、川崎産業団地内に所在するイオンモール株式会社ウニエのモール型ショッピングセンターであるハブ市も川崎産業団地は埼玉県企業局が工業施設用途として整備したものであるがトウモールの部分は商業施設用途に変更され仮称イオンハブショッピングセンターとして着工 2007年11月2日に開業した。イオンモール株式会社は、同年8月に株式会社ダイヤモンドシティと合併しており、トーモールが合併後初の出店となる。店舗面積88,208平方メートル、テナント数約200点を要し、開業時点では約285メートルのモール専門店部分は、イオングループ最大規模であった。 実際の証券は自家用車30分圏内だが埼玉県都根地域だけでなく群馬県、栃木県からも来客がある。なお、イオングループではかつて羽生市中心部にジャスコ羽生店を出店していたが撤退しており羽生市内へは事実上の再出店となる。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト。 ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。各店舗は、イオンハブ店である。1階は、輸入食材や高級スイーツ関連の専門店及び、レストラン街を中心に、宝飾品、輸入雑貨の専門店などが出店している。サービス関連のテナントでは、携帯電話ショップ、医療機関、 住宅設備のショールーム、調剤薬局併設のドラッグストア、家電量販店、高齢者デイサービスセンターなどが立地する。2階は、大型書店、スポーツショップ、大手 CD ショップ、登山用品専門店をはじめ、ゲームセンター、スポーツクラブ、若者向けファッションの店舗が立地する。3階は、シネマコンプレックスをはじめファミリー向け医療品、服飾雑貨の専門店、 100円ショップ、レトロな駄菓子屋、キャラクターショップ、ホビー関連の専門店、サービス関係では、英会話教室、パソコン教室、旅行代理店などの専門店が立地する。ありがとうございます。